2022明治安田生命 J1 リーグの第32節の初日、ノエビアスタジアム神戸、ヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島のゲームをお届けします。過去の対戦は神戸10勝、広島の21勝、引き分けが12です。さて、ヴィッセル神戸、今日のスタートメンバー 4-3-3 を予想しています。攻撃に関してはこのような立ち位置で、インサイドの枠に山口、小林が立つというような感じだと思うんですけども、前線からプレスに行って、入ってきたボールを引っ掛けてカウンターというところを狙っていく、そういった形でしょうね。はい、一方のサンフレッチェ広島、今日のスタートのメンバー、天皇杯から11人変わってきました。川波も5年ぶりの J1 出場ということになります。前線でしっかりと人数をかけて奪い切りたいというところでしょうね。あとは神戸がおそらく蹴ってくるので、そういうセカンドボール回収のところも注目していきたいですね。はい、今シーズンセットプレーでは15得点というサンフレッチェ広島、入ってくるボール前川だ。これはどうでしょう、まともにぶつかったように見えましたが、いやちょっと大丈夫でしょうか ね、かなり危険な状況になりました。はい、前川は広島ジュニアユースの出身。これはボールに対しての反応でこうしてるんだとは思いますが、結果的には前川の顔面に当たるような状況になってますし、さあこれは一発レッドになりました。波乱の幕開け。菊池隆法は遠いサイドにいます。ここはゆるきオプション使ってきました。ミドルレンジから山口が柔らかいボールで折り返そう。坂道路前よく止めた。押し込めるか。押し込んだ。最後は木口か。神戸先制。セットプレーのオプションからチャンスを作ってゴール前粘りに粘って押し込みました。最後は菊池隆法。あとはここを正確にダイレクトでニアの武藤をしっかりと落とすことができましたし、あとは最後ギリギリのところで菊池がよく詰めてましたよね。非常に全体でデザインされたセットプレーですけども、全体が非常に共有された素晴らしいゴールだったと思いますね。スピードとパワーを出せるか。酒井マッチアップ。酒井奪う。もう一度取りに行くエゼキエウ。もう一回取った。柔らかいボール逆サイドから左足横へ入れて松本。エゼキエウ。エゼキエウワンタッチはなかったようです。ゴールキックです。大きなチャンスでしたね。そうですね、非常にこう厚みがありましたし、サイドのマッチアップのところでエゼキがマイボールして、エゼキエウサイドに流そうとしたが今度は自分で行く。出してきました。そして前を向いた。ソティリュー。ソティリュー触った。なんとかかき出しました。菊池隆法。毎回今のもよく出ましたね。エゼキエウとソティリューで点を取りかけた広島。今日主審の西村雄一さんが、前半ちょっと負傷しまして、VAR の岡部拓人さんと主審が変わるということです。山口は左を選択。宮野、大迫。大迫入れてきた。見事に合わせました。小林勇気。今日は足で合わせました。小林勇気2試合連続のゴール。2対0です。大迫から小林勇気、2試合連続ゴール取りましたね。はい、もうサイドで広げて、大迫も最初、住吉のこう背中に入るんですけども、出てくる瞬間に、近くに寄ってボールを引き出したんですよね。ここも裏を狙って大迫だ。大迫シュート。佐々木ブロック。もう一回行った。大迫。今度は川波。まだありますね。まだありそうだ。クロスを入れてきて、これが決まりました。酒井豪徳のゴールです。クロス気味に入れたボールがゴールに吸い込まれました。3対0。
3位のサンフレッチェ広島を相手に3対0ヴィッセル神戸が突き放しました。欲しい欲しい勝ち点3の上積み、後半の立ち上がりに一気に2点を加えました。ここも出ます、ゆるき、中に大迫、佐々木、もう一度ゆるき取った、決めます、ゆるきが決めました、4対0。自ら運んで決めましたゆるき、今シーズンこれで5得点目。いや、一気に来ましたね、岡部主審の笛が鳴って4対0ヴィッセル神戸、今シーズン初の4連勝、5試合負けなし、勝ち点を37にしました。かなり残留へ向けて大きな勝ち点になりました。そして今シーズンの10勝目。